鈴木です、いつもご視聴ありがとうございます。今日はアップルイベントが9月7日に開催されました。そこから気になるところを、ピックアップしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。今年も9月のイベントが開催されて、でそこで気になるところとしては、iPhone 14 Pro、Pro Max、14 Pro Max とかね、それから AirPods Pro とか Apple Watch Ultra が出ました。で次の日に、早速ですね、14、Pro Max と AirPods Pro をポチりました。予約できたようなんですけども、で今回のキーワードはファーアウト、超えるっていう訳が入ってましたけども、意味としては、超えるとか、型破りとか、すごいとか斬新、あとは遠くっていうのもあるんでしょうけども、ファーアウトテクノロジーだと、現実化の難しい技術っていう意味もあるようですね。そういったことにアップルが取り組んだというメッセージなんだと思います。確かに、今までのイベントのメッセージとはちょっと違う雰囲気、個々の製品というよりは命を守るっていう、そのちょっと重いテーマがメッセージとして、初めてなんか出てきたような気がするんですね。個別にはあったと思うんだけれども、 SOS 信号発信するとかね、でイメージ画像がちょっと宇宙っぽいですよね。星が飛んでるような感じのビデオから始まりましたけども、で今回ですね、位置情報、 GPS は今までも、衛星で使っていて、衛星から飛んでくる電波で位置計算をしているわけなんだけど、今回の技術は SOS のデータを飛ばすっていう、データ通信、衛星を使って、今までにない取り組みだと思います。しかもかなり難易度が高いっていうのかな。最近の低軌道衛星を使っていると。であと 256G の衝撃検知っていうやつですね、衝突した時の、これもちょっと身近でなくてちょっと怖い技術なんだけども、なんかアップルカーの開発をなイメージさせるような映像も出てきてました。であとはそれに比べると身近ですけども、アップルシリコンの4ナノが出てきたという、M2 が最近出たばかりなので MacBook Air ですよね、これから M3 かなとという感じも。で、具体的にはまず Apple Watch のウルトラ、やっぱ超え方がファーアウトですよね。現状を超えてるっていう感じが、ウルトラっていうそのネーミングなんですけども、M1 チップが無印に対してプロ、マックス、ウルトラって、でこの前ウルトラの、Mac スタジオが出たばっかりですけども、やはりなるほど、アップルシリコンの最高峰が今のところウルトラだからというところがあるのかなと。でプレゼンは今回のこのウルトラ、アプローチウルトラはかなり長い時間でを割いてやってました。なんか岩の上に乗ってね、ちょっとヒヤヒヤする感じもしたんですけども、と出てきた開発のね、切り口というのは、究極の冒険家とか、トップアスリートとか、あとダイバーとかね、というところになんか向けた開発ストーリー、をと映像化してたと思います。水深100メートルとかで、自分は冒険家じゃないからっていう声もこうちらほら聞こえるんですけれども、ただアップルはその冒険家をターゲットにしてるっていうよりは、その冒険ロマンを持っている一般の人々に対してやっぱターゲティングしてるんじゃないのかなっていう感じは、しないでもないですね。ごつくてガチなアップルウォッチと、今までにないものがね、チタン製のケースで、デジタルクラウンとかボタンなんかもかなりごつい、ちょっと即ポチはしなかったんだけども、実機が出てきたらチェックが必須かなっていう感じがしてます。で GPS モデル
オンリーなんですね。で電波はあの L1、L5 って言ってましたね。その2波で、いい方をこう取るっていうような、より正確な位置を計測すると。とアップルウォッチっていうのはですね、まあ、歴史的に言うと2014年に発表がされて、今まで8年間、まあ、基本デザインは変えないで、ずっと来たと。でそこに初めて新しいデザインが追加されたというよりも新しい使い方が追加されたって言ったらいいかもしれないです。まあ、結果機能追求の機能美、という、まあ、ジャンルがこう出てきたなという感じですね。で、まあ、今までのモデルはシリーズ8として出てきました。皮膚温センサーということで、まあ、女性用ということなんですけども、結構これもリリースにはハードルが高かったようなことがストーリーとして流れてました。まあ、これがあの普通に体温計に進化したらいいなと。で、Apple Watch SE2 も出てきまして、まあ、普及モデルで、チップは最新を積んでいて、衛星システムも入っているし、まあ、エントリーモデルとしてはなかなかとコスパのいいものじゃないのかなという感じがします。まあ、この3つのモデルともに、低電力モードがあの OS でサポートされて、バッテリーの持ちも今までより良くなると思われますけれども、まあ、期待できるかなという感じということで、ウルトラで Apple Watch のラインナップがこう完成したような感じで、次にあの AirPods Pro なんですけれども、チップが今まで H1 チップだったんだけど、 H2 チップにとバージョンアップしたと。でこの中身がどういう中身かっていうのはほとんど説明されないんだけれど、Bluetooth の 5.3 になったと。ということは LE オーディオとかですね出てくるかなと思ったんだけど、一切そこらの説明ないです。 LE オーディオっていうのはどちらかといえば高圧縮なんですね。音質はとサポートしながら、圧縮は高圧縮、ロスレスとはちょっと違うかもしれないですね。ということでロスレスの説明は一切ないと。なんだろうこれはっていう感じで、一方ですね、空間オーディオについてはパーソナライズができるようにということで、まあ、頭の形とか耳の iPhone の、True Depth カメラで計測をして最適な音を作るということのようと。 OS がさっきバージョンアップしたばっかりで、このパーソナライズができるようになってます。第一世代の AirPods Pro でもできるようになっていて、さっきちょろっとやってみたら、まあ、結構いい音してるような。改めてねちょっとそこはやってみたいと思うんですけど、ノイズキャンセラーも2倍強力になったって。音がどうなってんのかっていう、音が良くなってるって言ってるんだけど、まあ、それだけなんですよね。もうちょっと言いようがあるんじゃないかって、なんかオーディオの向上度合いがあんまりよくわからないと。で、あと外音除去の、外音吸収機能っていうのがあって、なんか工事のガガンっていう音はマスキングして、話し声は伝えるっていう外音除去外音吸収っていうのかな、その機能がなかなか優れているような感じがします。この音量をこのスライドでスワイプをすることによって音量を変えることができるっていう新しい機能、それからケースにストラップがつくようになったって、充電についてはマグセーフとかですね、アップローチの充電器でも充電ができる。音とかそこのメカニズムのところについては未だに観光例が出てるような雰囲気もちょっとありますね。前回だったかな、AirPods Pro の第2世代が出るぞっていうことについて3つポイントがあって、1個目はロスレスで、もしこれが出たらやっぱりファールアウトの領域じゃないかなと思うんだけど、で2つ目がバッテリー、これは そこそこと 6時間になったと。4時間が6時間になったというんで、あと使い勝手はいろいろ非常にいいレベルに仕上がってるんじゃないのかなっていうふうに思います。
まあ、いずれにしてもちょっと第二世代の AirPods Pro が来たら、まあ、今の状態でどういう音なのかっていうことをまたレビューしてみたいと思います。でも環境は整ってるし、エンコード技術も Apple にはあるはずだし、そんな中で今回のプレゼンでは Apple からその AAC でいいんだとかね、 AAC でこれから行くぞってメッセージは一切ないわけなので、なんか不自然、必ず次があるような気がしますね。編集中に1個発見しました。よくよくあの AirPods の機能一覧を見てたら、下の方に 48kHz オーディオ for シェアプレイって書いてあるんですよね。ってことはそもそもこの AirPods Pro 2は 48kHz オーディオに対応してるってことになりますよね。で、iPhone 14 Pro ですが、これがやはりすごい。チップが4ナノになりましたよね。初めて4ナノが出てきた。A16 バイオニック。で、さらにメインカメラがですね、4800万画素のカメラで、24ミリの F1.78。今までは F の 1.5 だったんだけども、ちょっと、F 値は暗くなってるんだけども、多分、筐体の厚さとかいろいろ全体の設計の中でこういう風にせざるを得なかったんだろうと。ただこうやっても性能はもう全然高いと。で、ローで撮るとですね、フルピクセルで、要は4800万画素で写真を撮ることができる。で、このチップはクワッドベイヤーセンサーっていうチップなわけですけど、まあ、要はそのチップだけではなくて、その後ろでマシン側でいろいろな画質調整、コンピューテーショナルフォトグラフィックみたいなものをやる選択肢が増えたっていうこと。今までディープフュージョンって言われていたその写真を調整する時の技術が一歩進んで、フォトニックエンジンということで、チップの中にもそれが埋め込まれている。ものすごい高速で写真の調整、写真の合成処理って言ったらいいかな、まあ、ニューラルエンジンチップを使ってということですね。で、暗所性能も強化されているんで、これも期待したいところだし、それから前回から出たシネマ撮影ですよ、シネマ動画で、これが進化をして 4K で撮れるようになった。前回は 1080 だったんだけど、で、それからとセルフィーのカメラは F 値が 2.2 から 1.9 になって、より明るい絵が撮れるようになったということですね。で、さらにオートフォーカスも備えて、これはかなりいい絵が作れるんじゃないのかなと、いい写真が撮れるんじゃないのかなと。で、あと画面が常時点灯に対応したっていうことで、これがすごいなという感じです。で、しかも 120Hz のプロモーション、こうヌルヌル感が、画面常時点灯をバッテリー減らさないでやるために 1Hz から 120Hz まで可変で、画面はスーパーレティーナ XDR ディスプレイと、最大2000ニットまで出るので、外の明るいところでも画面が認識できると。無駄にと点灯するんではなくて、 Apple Watch をやっていれば離れたことが分かるんで、自動的にこの常時点灯が消灯するっていう。で、さらにすごいのはですね、これ最初に言っとかなきゃいけないかったかもしれないんだけど、のちがダイナミックアイランドということで、非常に逆転の発想で、まあ誰がこれ考えついたのかなって思うぐらいのものなんですけれども、今まで使わないゾーンだったわけですね、この黒いところで。それをステータスの表示とかフェイス ID の、処理がこう出てくるとかね、非常に楽しいインターフェースが出来上がってる。それをやるために A15 のバイオニックの中にあるそのディスプレイエンジンに、このダイナミックアイランドのプロセスがチップの中に組み込まれてるっていうことですよね。だから非常にエレガントに動くんじゃないのかなと。で、あとですね、前ボケ、ポートレートが前ボケでポートレートができるようになったということ。それから手ブレ補正の
進化が次の段階に行ってですね、アクションカメラっていう名前に変わりました。だからこうちょっと揺れながら撮っていても全然と撮れたものは手ぶれが起きてないものができると。であとですね、見落としがちなのがさっきもちょっと Bluetooth 5.3 って出たかな、AirPods Pro 2のためにだ13までは 5.0 だったんだけども、急にここで 5.3 になったと。こっちが 5.3 で AirPods Pro も 5.3 で、多分そこでその 5.3 の技術を活用して何かが起こるんじゃないかなと。まあそういうことで、iPhone の場合はもうなんかモリモリなんですよね。その iPhone 14 の無印については、チップはあの A の15なんだけども、13 Pro 用のチップが若干進化していて、それからのこの筐体もですね、ヒートシンクが強化されて、防炎はついてないけれども、と iPhone 13 Pro を超えた部分があると。で結構軽いらしいんですよね。結構魅力的なのかなというか、どちらも衛星通信について対応をしていると。なんかあの Apple がと自社の費用で衛星飛ばしてるらしいですね。予算的には100億とか、ちょっと前からそういうこと、そういう準備をしてたということですね。提携会社はグローバルスターで、この衛星は低軌道の、通信衛星を使って、低軌道だから今までみたいに3万キロとか4万キロじゃなくて、1000キロちょっとぐらいの、低軌道の衛星通信を使うんで、あのデータ通信はまあすごくやりやすいわけですね。ということと、あと衝撃検知、これも双方両方の iPhone に技術的には搭載をしていると。なのでその iPhone14 と iPhone14 Pro の関係というのは、まあ、今後の iPhone のモデル構成のデファクトなのかなと。使いやすい無印と、尖った Pro、ということで、 AirPods Pro は未だによくわからない。前回あの一つ目として、ロスレスだになるようなるんじゃないかって言ったんだけど、それはならなかったんで、まあ、今後それがどうなるか、しかもそこについてはこうなんかアップルは口を閉ざしてるって感じがします。まあ、コーデックもわからないしね、なんか変怪しい、なんか企んでるっていう感じがします。あの AirPods、 既存の AirPods Pro でパーソナライズをちょっとやってみたらなんかいい感じ、改めてちょっとそこもやってみたいなと。で Apple Watch についてはウルトラが、注目なんだけれども、まあ、いずれにしても Apple Watch のラインナップがそのウルトラ頂点、頂点と言っていいのかな、エルメスなんかはもっと価格的に高いんで、意外とこのウルトラは700ドルベースだったと思うんで、円レートが100円だったらばあの7万円台になる可能性もあるわけなんで、結構ガチなんだけども価格的には買いやすい、値段なのかなと、アメリカ国内では。そして iPhone については Pro Max がガチ、注目っていう感じで、まあ、チップも4ナノになったし、カメラも48メガピクセルだし、その他のアクションカメラとかも機能もりもりなんで、バッテリーもすごいしね、それから Bluetooth 5.3 になってるし、ということでですね、まあ、あともう一つはあの DAC 経由でどんな音になるのかっていうのも非常に確認したいところです。なので即プチでと届いたらレビューをしたいなと思ってます。ということでですね、あの今回はまあ地味って言っていいのか、地味って言っちゃいけないかもしれない、あの命に関わる新しい技術がテーマになっていて、次元の違う機能が今回の目玉だったかなという感じが、単に便利なっていう部分から命につながる必要なライフツールっていう、ちょっとあの重みが加わった感じかなと、ところが今回の発表会の、まあ、重点的なところ、重点テーマだったのじゃないのかな。でそれに魅力的な製品が乗っかってきたとという感じでしょうかね。ということで、いかがだったでしょうか。
と追加です、さっきあの挿入したあの AirPods Pro の 48kHz のオーディオの件なんですけれど、どう考えてもなんか変ですよね。とシェアプレイっていうのは、誰かが聴いている Apple Music を、例えば、Apple Music を、自分のアカウントでストリーミングして、一緒に聴くっていうことだと思うんですけれど、だから自分で聴いているのとデータ的には同じわけですよね。であれば、あのストリーミングされたデータをこう聴くという意味で、サンプリング周波数がね 48kHz が可能だと、いうことなのであれば、例えば16ビットでも、ビットレートは1536kbps になるわけですよね。例えば24ビットだったら、2304kbps になる。AAC は320kbps が最大だと思うので、AAC じゃないっていうことですよね。で、例えば Bluetooth の 5.3 で圧縮して、圧縮しても、戻さなければこのビットレートは実現できないわけですよ。ということは、圧縮して戻すんだからロスレスだっていうことになりますよね。どうなってんだろうなっていう感じですね。やっぱり怪しい。発売日23日だったかな、近くにこの辺りが明らかになるかもしれないです。あと1週間ぐらいですけど、まあ、実機も届くと思うので、テストも含めて、ここのところをもう一度はっきりさせたいなというふうに思います。ということで、この Vlog ではあの Apple をはじめとした新しいデジタルテクノロジーについて、気がついたところを配信していますので、もしよろしかったらチャンネル登録をお願いできれば幸いです。あと面白いと思っていただきましたら高評価の方もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。